半です。言うて言うと、今回は引き続き、前回ね、ミュウのプラモデルを作ったので、今回はちょっとグレードアップしまして、難しそうなんだけど、こちらのプレイステーションのプラモデルを組み立てていきたいと思うんです。できるかな？私、できるかしら？プレイステーション。今回も接着剤はいらないということでね、こちらのニッパーだけ用意しましたけれどもね、早速開封してみましょうね。開封、テレビだね。見て、なんかミュウの時より段違いで難しそうなんだが、急に複雑になってきてるのよ。できるかどうかわかりませんが、組み立ててまいりましょう。うわー、むず、はちゃめちゃじゃんこんなの。何これ、はちゃめちゃすぎて、はちゃめちゃじゃん、はちゃめちゃすぎて大丈夫かね。なんかこの角度俺首長くね。これか、あかんすぎる、あかんすぎる。うー、 1 か B の B の23、あ、もう分からないよ、俺にはもう分からない。なんとなくでいいんだろ、なんとなくでよ、なんとなく外しちゃけいいんだよ。これあれだろう、ソフト入れるところだろう、ソフト入れる蓋だろうな、これな。 B の6を B の4と B の5に入れるから、どっからどこまでが部品で切ったらいいのか分かんないわ、これ。むず、こんなことやってるの、プラモデル作ってる人って。もはやこれどっちが部品か分かんねえもんな、これ。なんか不安だ、なんか不安だよ。俺は手で外したよ、もう。こうだ、はい、 OK。次、このでっかいのだな。プラモ作ってる時に一個勉強になったのが、こういうのランナーって言うんだって。ノー、俺素人だから知らんけど、こういう切った時の切れ端超気になるよな。みんなこういうのどうしてるの？やばいことなりそう。見て、こんなんなっちゃうよ。これ、プラモデルの人として失格だよね、こんなの。もうすでにここ切らない。ちゃんと差し込むとこあるわ、こうやって。こうだ。パカパカする。これ下から入れ込むんだね、こうやって。 D の3だったよ。あ、 D だ、これが D だ。こういう作業ほんと無理、苦手、袋から出すことも苦手。ただパーツから外されたものを俺に渡してほしい、順番に。そういう役の人欲しい。これはバキってきそうだから。え、壊れたね、壊れたの、壊れてる、俺割れちゃった、割っちゃった、部品割れちゃった部品割っちゃったじゃん、早々から。どうしよう、どうしよう、割れちゃったわ。どうすればいい、これ割れちゃった時は。ここはゴリ押しで組み立てました。もうこれは後で壊れないことを祈るしかない。次に行く。俺は学んだ、プラモデルってやはり繊細な生き物だわ。大事に扱ってやらないとね。まだ1が終わってないんですけどもね、ここに1があったわ。いろんなことに対して雑なのがいけないのは分かってるけど、俺の範囲を教えてほしい。入った、蓋も閉まった、最高。開いた。ほら、やっと2パート目に行く。こいつら本当に繊細だな、こいつら本当に繊細な生き物すぎてびっくりするで俺は。こんなポキッといってしまうとは。こんなに儚い生き物だと思わなんだからな、俺は。さっきまでもう乱雑に扱ってもらって、こんな、こういうところも。俺のニッパーが悪い説、これ100均に買ってきたやつだからな。説明書によると、これをはまった時超気持ちいい。なんかちょっと機械っぽいのができてきたよな。ここに入れるのかな、こうか。あ、ぴったりです。ぴったりじゃない、ここぴったりじゃない、ここははまらない。なぜ、何がいけない、教えて、何がいけないの、俺の何がいけないっていうの。入ったかも、できた。こんまっけ、見てこれ。多分このポッツリは切っちゃいけないんだよ。こんなん切り取り注意報出るわな。俺の切り取り方が汚いからはまらないのか。入らない。お
わった、切り取り注意報で最新の注意を払ったのにこの部品が入らないと思うし、プラモデラーとしての道のりは長い。あ、でも入ってる入ってる。ゴリの推しでこんな、こういうことです、こういうことです。これで許してください。ゴリの推しです。すごい、もうなんかあれじゃん、プレステ4俺組み立ててる。本当に繊細だわ。こんなのソニーは何台も何万台も組み立ててるわけ。すげえな、おい。これはこの穴ですね。うわ、すごい面白い。すごい、できてきた。メモリーカード。メモリーカードチャレンジ。メモリーカードチャレンジ1回目。成功。よっしゃ、メモリーカード搭載完了。メモリーカードが覗いてる。っていうか俺、プレステ2から入ったからな。プレステ、初代プレステのどこがどうなってるか知らないんだよな。これメモリーカードだったんだね。ここ、メモリーカード入れるとこ。おい、おい、1個メモリーカードが紛失してるぞ。メモリーカードどこ行った？メモリーカード帰ってこい。メモリーカード。無事に生還。なるほどね、こうやってここだね、こうやってここ差し込んで、うわうわー、すげえ、これはすごい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 、俺感動してる。ほんと上からかぶせる時が来た。うん、できた。おいぽいぽいぽい、すごいすごいすごい、ちゃんとちゃんとできてる。コントローラー組み立てる時が来た。よし、パチッて言った、はまった。コントローラーの内部、コントローラーの内部完成。よいしょ、はまる。うん、できた。できたぜ、できたぜ。コントローラー伸びた伸びた。おれ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 、一人様がいらんだ。5番どこ、5番。もう急にカラーになってる、急に。初めからカラーにしといてくれ。歌は閉まるぞ閉まるぞ閉まるぞ。いいのかいいのかいいのか。コントローラー完成しました。もうちょっと行儀よくして。決まったぜ。オープンのシール、ここ。ふぅ、パワー、リセットボタンだよ。プレイステーション、こんな日本語の電源入力とかいうのが機械に貼られてた時代なのね。今なんかハードとかって日本語使われてないイメージだけど、使われてんのかな。まあ、ちょっとここガタつきが気になる。これも待って、ご愛嬌。もうずっと丸と三角とバツと四角の位置は変わってないやな。俺もこのボタンの位置はもうすでに記憶済み。説明書見なくたってわかるぜ。見たよ、見て見て、なかなか可愛い、なかなか綺麗にできたんじゃない。ほら、なんか見て、オープンって押したらこれ開くねん。すごない？超かわいい。何このコンパクトミニマルサイズ。ただちょっと一個疑問に思ってるのは、パーツが一個余ってしまったこと。何のパーツだった一体これ。説明書見返してもどこに使うパーツか未だわからん。ということで、プレイステーションのプラモデルを組み立ててみたでした。また次プラモデル組み立てる機会があれば、その時はもう少し成長しておきたいと思います。よろしくお願いします。ごめんね、ちょっとお見苦しいところばかりで。ではバイバイ。